はい、みなさん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。えー、元気ですか今日は、まあ、今私が住んでいるアパートの話をちょっとしたいなと思います。なんかね、私は住む場所がすごく大切だと思うんですね。自分が住みたい環境に住む。やっぱり住む場所って でいつも自分の周りにあるからすごくね自分がこう気が付かなくても自分にいろんな影響を与えていると思います。影響だかかからインンフルエンスかなな気がつかないけどねで,で私は昔からねこう住みたい家のイメージがずっとあって。 <laughs> で小学生の時の私の夢が田舎の大きな家でこう馬とか犬とか猫とか動物をたくさん飼って暮らすで料理をしたり掃除をしたりして暮らすっていう夢がありましたやっぱね小さい時の夢とか小さい時に好きだったことって やっぱり変わらないんですねで私も今もそう思ってるもしできるなら田舎のね綺麗な家に住んで、まあ、もちろんお金とか仕事とか関係ないですよ動物をたくさん飼ってなんかちょっと果物とか野菜を庭で育ててなんてねもしできたら本当に最高なんですが。 まあ、もちろんね、えー、お金とか仕事のことも考えないといけないので、ね、馬なんて馬ってすごく高いよねすごく高いだから簡単にできる話じゃないんですがなんかでもやっぱりそういう自分の理想的な生活理想的はアイディアをこうしたい夢みたいな生活って あってで私にとってすっごく大切なのはやっぱり田舎 <laughs> 田舎が私は好きなんです静かでこうね動物も自然も、ね、たくさんあってもうそれだけでなんかうん幸せ私はねねそうそうで今私が住んでいるこのアパートも 結構田舎にあります。まあ、アパートの前と後ろが田んぼで、横に川と、まあ、小さな森みたいなのがあって <laughs>、もちろん、えっ、ー、と、今私が住んでいるエリアには、他にも結構家はあるんですけど、ほとんどが、まあ、田んぼとか畑で、小さい丘 おかかヘオかなでまあ今秋なので柿柿はパーセーモンかかな柿の木がねすっごくたくさんありますいろんなところにあるんですねだからほんとねもうきれい <laughs> まあ私はねこう出かけてこのアパートに帰ってくる時にいっつもねあ綺麗でいいなって思うんですね まあだから本当に最高で今私がこのポッドキャストを作っている部屋は、えっとまあ、ダイニングとリビングが一つになった部屋で今私が使ってる机はダイニングテーブルなんですね、まあ、結構小さいアパートなんで、まあ、私はこの机でご飯を食べて。 勉強をしてポッドキャストも作ります <laughs> そう、まあ、なんだけど、えー、今この横にベランダがありますで大きな窓が窓っていうかドアがガラスのドアがあって太陽の光がいつもね朝から夕方まで、えー、部屋の中に入ってくるんですね。でこれがね本当に最高です。 やっぱり太陽の光を見てると本当なんか元気になるよねわかるだから本当に最高ですねでこのアパートは実は、えー、私と今彼氏2人で住んでるんだけど私の彼氏の仕事をしているボード・オブ・エデュケーションか <laughs> そ,のその人たち BOE って呼んでますがその人たちが、えー、彼氏のために見つけてくれたアパートなんですねだから、えー、家賃も実はそのボード・オブ・エデュケーションが払ってくれています <laughs> すごいですよね多分家賃は4万円くらい安いどうですかこのアパーートはカウンンターキッチンあって でダイニングとリビングが一つになった部屋とあと寝室ベッドルームがありますもちろんトイレとかお風呂とか手を洗う場所とかあってで、まあ、結構天井も高いしまあ新しいアパートなんですねどうです安いですかどうかな4万円 <laughs> ね日本の田舎に行くと本当に安いよ 家も安いし、うん、やっぱりスーパーの野菜とかも本当に安い。まあなので、もしね、オンラインとかで仕事ができるなら、日本の田舎に住んだ方がいい生活ができると思います、私は。だから、そうだね、今住んでるアパートはこんな感じです。あでもね、できればもうちょっと、 広いいい方がいい <laughs> 私は、ね、でまあいつかあと2年後くらいかな、えー、もうちょっと田舎の家に引っ越したいと思っていて私の夢は DIY をすること自分でさ、えー、壁紙ウォールペーパーをこう貼ったりとかトイレ新しくしたりこういろんなそういうことを自分でやってみたいです。 で、もちろんね、犬と猫も欲しいし、やっぱね、なんか日本のアパートでは動物は飼えないんですね。残念ですが。だから、本当に早く引っ越して DIY と動物を飼うのが、えー、まあ夢です。本当にそう。まあ2年後ぐらいかな。皆さん何か動物飼ってますかどうかな ね私は今まで、こう、アパートにしか住んだことがなくて、私の父と妹は猫を飼ってますが、アパートで、本当はね、ダメなんですね。怒られるんですね。まあでもね、今このアパートがある場所もすごく田舎にあるので、鳥の声とか虫の声がいつもすごくよく聞こえます。動物もね、たくさんいる。前、キツネを見ました。 キツネ、フォックスねで最近ねイタチイタチがいるイタチはね日本のフェレットみたいな昔から日本にいる小さいフェレットみたいな動物で時々いますで鳥もねいろんな種類がいますね本当にいろんな種類がいるし川にはカメとかカモ カモはあの鳥ね <laughs> カモとかねいろんなのが本当にいるあとヌートリアっていうこうビーバーみたいな大きなネズミ本当に大きい40センチぐらい50センチぐらいあるかなヌートリアとかねなんかいろんな <laughs> 動物がいますでそれもね結構楽しい、うん、まあ虫がね苦手な人も いると思うんですがまあやっぱりね古い日本の家に住んだら虫はやっぱり入ってきますけど今私が住んでるアパートはまあ新しいので虫は入ってこないうん全然家の中には入ってこないですまあ夏はねあのセミセミは名前なんだっけこう ミミ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 って夏の虫セミって言いますセミがねものすごく鳴いてちょっとうるさいぐらいうんあとカエルもねうるさいカエルフロッグねあの田んぼのカエルがめっちゃうるさいだけどそれ以外は静かなこう車の音も全然聞こえないしで田舎だけど こうスーパーまで歩いて10分ぐらい、スーパーとかコンビニ、ホームセンター、ダイソーとかあるんですね。すごく便利です。<laughs> 何の話だ今日は。そう、私が今住んでる場所ね。まあだからね、私は今、お、椅子の音がすごい。えー、うん、この場所が本当に好きで、まあ岡山県なんですが、最初に行った方が良かったね。 岡山県に住んでるんですが岡山って日本の中でも晴れてる日が一番多いらしいですあったかくて晴れてる1年間で東京よりも岡山の方が晴れている日が30日多いらしいですすごくない ?30 日も晴れてる日が多いんだってすごいよね なので、まあ、もし皆さん、日本に住みたいなら、えー、岡山は結構おすすめです。大阪にも近いしね、おすすめです。はい。まあ、よくわかんないですが、えー、今日はこんな感じ。私の今住んでる場所の話ですね。おすすめっていう話でした。はい。まあ、こんな話ですが、最後まで聞いてくれて、本当ありがとうございます。で、もしね、私のポッドキャスト気に入ったら、 パトレオンのメンバーシップに入ってトランスクリプトとか使ってくれたらすごく嬉しいです。興味があったらディスクリプションのリンクをクリックしてみてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。良、えー、い一日を。じゃあ、またね。バイバイ。